まあ、中断前までにやってきたことの積み上げがまたスタートしたという感じで、また公式戦の日程も、再開の日程が決まったということで、そこに向かってみんなで、目標ができたので、まあ、ポジティブに取り組めてるかなと思います。そうですね、やっぱり今までのやってきた攻撃の形をより、なんというか、スムーズにできるようにしていくことと、チームとして掲げている走行距離とか、そういうコンディションを上げながら、まあ、J リーグのトップを目指すという中で、みんな厳しい練習を取り組んでいる最中かなと思います。まあ、ゲーム形式の中で、やることもありますし、ポジション別の練習も多くやることがあるので、その中で、自分と近いポジションの選手とかとはより、コミュニケーションを取ったりできる時間が多いかなと思います。コンディションは悪くはないですけど、その対外試合をまだしていないので、そういう中でもっともっと上げていかなくちゃいけないし、練習試合ができるようになっているので、そこでまた自分の今のコンディションを確かめられればなと思っています。まあ、チームとしてはやっぱりゲームを支配して、まあ、相手を圧倒するようなサッカーをできれば一番だと思いますし、まあ、個人個人目標はあると思いますけど、僕の中ではどれだけ走り切れるかっていうのを一つ目標に掲げて練習試合やろうかなと思ってます。やっぱりサッカーができる喜びっていうのをみんなで表現できればいいかなと思います。中断期間なかなかサッカーができず、サッカーがない日々を過ごした中で、改めてサッカーの大事さっていうのを実感したので、そういうのを表現して、それが見ている人たちに伝わったらいいかなと思います。まず日々の練習と練習試合で結果を残すことで、自分たちに自信をつけて、開幕の日を迎えられたら一番いいと思いますし、開幕の時にみんなチーム全員で上を目指していけるように、よりまとまっていいチームになっていければいいかなと思います。まあ、練習の、時間長かったので、みんなで過ごす時間というか、そういうのが長い分、後輩とか若い選手たちもより多くコミュニケーションを取れるようになってきて、先輩たちに話す機会も多くなっていると思うんで、まあ、僕にも多く話しかけてくれるようになってきてるんで、そういう時には僕もアドバイスしてますし、まあ、そういう中でより良いチームになっていければいいなと思ってます。間違いなくそうだと思います。僕たちは新しいことにチャレンジする中で、その新しい戦術っていうのが浸透する時間が多くあったので、もう戦術はみんな理解できて、それを体現できるようにっていうのを日々のトレーニングでできるようになっているので、まあ、個人個人の課題がより明確に見つかっているんじゃないかなと思います。やっぱり無観客だとどうしてもモチベーションの部分でなかなか上がらなかったり、試合にふわっと入ってしまうところがあると思うので、その辺は気をつけなければいけないことだと思いますけど、まあ、この中断期間が長かった分、公式戦ができるっていう喜びはみんな持ってると思うので、その辺はそこまで不安はなく試合には入れるんじゃないかなと僕は思ってるので、あとはそのサッカーの楽しさとか、そのサッカーの魅力っていうのを、無観客でもどこかで見てくれている人たちに伝えられるようにっていうのを意識して、みんなサッカー試合ができればいいかなと思います。全然充実してないですね。そうですか。はい、なんか何もない日々を1週間ぐらい過ごして、このままじゃやばいと思って、ちゃんとした生活リズムをしながらトレーニングをしてたので、充実してたかと言われたら充実はしてないですね。で、子供ともなかなか会えない日々が続いたので、その辺で、まあ、テレビ電話なんかで喋ったりして、
まあ、楽しい時間はありましたけど、楽しい時間はほとんどなかったですね。少なかったですね。どんな風になるのかあんまり想像ができてないんですけど、あまり一喜一憂しないで、次の試合、次の試合って切り替えていくことが大事かなとは想像してます。多分すぐ次の試合が来る感じになると思うので、1試合に浸ることなく、次の試合の準備をすぐ始めることが大事かなとは思ってます。降格がない分、まあ、下位のチームはプレッシャーなく戦えるっていうのは間違いなくあると思いますし、試合をしながらチームを作っていくっていうことが可能な年だと思うので、まあ、もちろん勝敗にもこだわりますけど、より内容にもこだわるチームも出てくるかなと思います。プレッシャーのない分、若い選手たちも伸び伸びプレーできるだろうし、そういう意味ではチームにとっては、将来のことを考えると大きなプラスになると思うので、よりそういうのを試すチームも出てくるのかなと思うし、なんというか、上のチームで優勝争いできるように、僕たちはやっていければいいかなと思います。もちろん、人数も多くいますし、練習でも誰が試合に出てもおかしくないような切磋琢磨して練習ができているので、過密日程になってくるのは僕たちにはプラスになってくるんじゃないかなとは思ってます。自分にとってはサッカーが全てというか、サッカーがないと何もないし、やっぱり公式戦の素晴らしさっていうのは、自分では、それが毎週ないとやっぱ刺激がないというか、真剣勝負の中でやれる素晴らしさっていうのはあるので、それを感じられない日々だったので、そういう日々を過ごすことによって、またよりサッカーの素晴らしさっていうのは自分にとっては実感できました。みんなが誰もが待ち望んでいると思うので、その再開の日に、100%のエネルギーで、また見てくれている人たちに魅力を伝えられるように、今、厳しい練習に取り組んで、コンディションを上げて、最高の状態で臨めるようにしたいなと思います。